院長岡本委員、はい、では私の方からはまず最初に薬物乱用防止教室に関して伺ってまいります。今月9日、京都市内で男子中学生が大麻を入手して他の2人に売ったとして逮捕の衝撃的な報道がありました。 LINE などを通じた売買もあるとのことで、若者の間に急速に大麻汚染が広がっている可能性があります。警視庁によると、昨年の1月から6月に大麻使用で摘発された未成年者は58人、一昨年同時期と比較して 1.7 倍以上となっています。また日本薬物対策協会が昨年秋冬に中学生2471名を対象に実施した意識調査では、危険ドラッグがどれぐらい身近かという問いに、約4割の生徒が SNS などにより手に入れることが可能だと思うと答えています。子どもたちへ薬物乱用の怖さをしっかり伝える教育の重要性が増しています。ここで現在区の取り組んでいる薬物乱用防止教室の状況を伺います。委員長、教育指導課長斉藤教育指導課長、はい、区立の小中学校では薬物乱用防止についての意識啓発を図り、薬物による健康被害や一度使用したらやめられなくなる恐ろしさなどについて理解できるよう、全小中学校において1年間に1度以上薬物乱用防止教室を開催しております。以上でございます。委員長岡本委員、はい、会派としてこれまで薬物乱用防止教室の全校開催の着実な実施を求めてまいりましたので、ただいまの答弁を伺いまして、一定の評価はいたします。その上で、今月12日に区立洋賀中学校で行われた薬物乱用防止教室に伺ってきました。外部講師の方のリアルな講演に終始圧倒されながら、改めて薬物乱用の怖さを実感することができました。受講後の意見交換の場で、お母様方から親の口からはほとんど伝えきれない薬物乱用の怖さを、今回のような教室で学べる機会は大変に重要、ぜひ今後も小中学校でしっかり取り組んでほしいと真剣に訴えられる表情が大変印象に残っております。現在区では薬物乱用防止教室の講師を教員のみが担当している学校が、小学校では13校、中学校では2校あると伺っていますが、薬物乱用の入り口は子どもたちの身近なごく普通の生活に隣り合わせていることから、やはりリアルな薬物乱用防止の教室をしっかりと行い、危機意識を学ぶことが重要と考えます。ここで伺います。今後児童生徒が一生薬物はやらないと自己判断で決断できるよう、正しい知識を伝えるためにも外部講師を招いて、より効果的な薬物乱用教室の推進が求められます。区の見解を伺います。委員長教育指導課長斉藤教育指導課長、はい、青少年期は、心身の発達発育の著しい段階にあるため、タバコやアルコール依存性薬物を使用し、依存状態に陥ると人格の形成が妨げるなど、薬物の影響が深刻な形で現れるということが考えられます。そのため、委員お話の通り、薬物乱用防止に関する指導内容をより充実し、保護者とともに取り組むことが重要であると認識しております。薬物乱用防止教室につきましては、例えば実施した内容を学校だよりやホームページなどで保護者や地域の方に広く伝えたり、学校公開の日に開催して保護者や地域の方と意見交換会を行ったりするなど、啓発を図っているところです。また今お尋ねの講師についてでございますが、警察職員や薬剤師から医師などの専門家をお招きしたり、あるいは地域の社会奉仕団体であるライオンズクラブの方々や、薬物依存症のリハビリや啓発活動を行っている NPO 法人のダルクなどの協力を得て、映像の活用、あるいは依存から立ち直った人からの直接のお話を伺うなどで、薬物乱用の恐ろしさについてきちんと考えることができるように今工夫しているところでございます。教育委員会といたしましては、今後も外部機関等の協力を得るとともに、各学校のこうした効果的な事例等を伝え、外部講師のさらなる活用を含めて、家庭や地域と連携した薬物乱用防止教室の充実を推進してまいります。以上でございます。委員長岡本委員、はい、それでは次に学校における合理的配慮について伺ってまいります。障害者差別解消法が本年4月から本格施行され、各学校には学習に困難を抱える子どもたちへの合理的配慮が求められております。
区立桜ヶ丘中学校、桜ヶ丘小学校、笹原小学校の桜の学び屋では、平成27年度、28年度、2年間を通じて、研究テーマを学び屋で実現するインクルーシブ教育として、世田谷区の現状に沿った世田谷版ユニバーサルデザインを作ると伺っております。本日はこの研究期間の2年間の折り返し時点で見えてきた課題を取り上げ、本区のすべての小中学校における合理的配慮が進むよう質問をさせていただきます。まずここでパネルをご覧いただき、合理的配慮に対する認識を確認し合いたいと思います。議会の皆様には後ほどお見せしますけれども、まずこの2つの絵、平等に全員に1つずつの箱を用意するというのが平等です。で、今回言われている合理的配慮というのは、この子どもたちが見ることが平等にできるように公正性を担保する、大きな背の高い子のに箱を1つはあげるのではなくて、背の低い子に箱を2つ渡す、まあ、このような全ての子が見えるようにすることが合理的配慮ということでございます。わかりますでしょうか。もうこれは教育者の方、皆さんわかると思うんですけども、議会の方にもこちらの絵は全ての子どもに箱を一箱ずつ渡すのが平等と言われていることで、今回教育の中で合理的配慮と言われているのは、全ての子どもが見えるように箱を公正に用意する、まあ、これが合理的配慮ということで求められていることです。はい、よろしいですか。それで、まあ、これについてここで今パネルをご覧いただきましたけれども、この目が、例えば近視の方が眼鏡をかけるように、また耳の難聴の方が補聴器を必要とするように、学習に障害を抱える子どもたちにも支援機器が必要です。まず教材の確保、施設設備の整備の観点から伺ってまいります。発達障害などによって学習に困難を抱える子どもたちの可能性を高める手段として、 ICT を効果的に活用した実践に大きな期待が寄せられています。区が全校に整備したタブレット端末は、区が一括購入して通常の学級と同機種のものを固定給である特別支援学級、週に数回通う通級指導学級にも整備したと伺いました。区がどのような基準でタブレット端末を選択し整備したのかを伺います。院長教育相談特別支援教育課長。松田教育相談特別支援教育課長。委員のお話の通り、来月には障害者差別解消法が施行される中、特別支援教育を推進することは重要であり、基礎的環境整備を教育の分野においても対応することは課題であると認識しております。教育委員会では第二次教育ビジョン第一期行動計画の ICT を活用した授業の推進に基づき、全小学校にタブレット型情報端末を整備いたしました。契約にあたっては、ネットワークセキュリティに関する設定などの条件を使用書に定め、透明性、競争性の観点から入札で契約決定したものでございます。特別支援教室につきましても、タブレット型情報端末を活用したモデル事業の実施に向け整備をしております。整備にあたっては、セキュリティを含めたネットワーク内での活用、通級指導学級においては、普段通常学級で使用する機器と同じものを整備することにより、児童生徒が利用しやすくなる点、固定学級においては、通常学級との交流及び共同学習などを考慮し、同種の機種を整備したものでございます。以上です。委員長。はい。文部科学省が平成25年に作成した発達障害のある子どもたちのための ICT 活用ハンドブック、まあ、こちらになりますけれども、この活用ハンドブックは、通常の学級編、そして特別支援学級編、また通級指導教室編ということで、大変丁寧にまとめられておりますが、ここで言われているのが、タブレット端末を活用した指導実践で、
教科学習面や対人関係での困難が改善されていく可能性があるとして、さまざまなアプリを使った事例を紹介しております。しかし残念ながら、区が今回全校に整備したメーカーのタブレット端末は、特別支援教育の活用を視野に入れて選択した機種ではなかったため、学習に困難を抱える子どもたちが活用できる多様なアプリをほとんど入手できないという課題が、今回のモデル事業の中で浮かび上がっております。ここで伺います。合理的配慮の観点から、多様な支援アプリを活用できる iPad などのタブレット端末を学習に困難を抱える子どもたちの個々の状況に合わせて選択できるよう対応が求められます。区の見解を伺います。委員長、教育相談特別支援教育課長。松田課長。特別支援教育に関連したソフトについては、昨今開発も増えている状況があり、今後もますます進んでいくものと考えております。お話の発達障害があるなど、配慮を要する児童生徒のタブレット型端末の活用については、障害特性に応じた最適なソフト、教員の知識・技術の向上、周囲の児童生徒の理解等課題がございます。今後、特別支援学級において、タブレット型情報端末を使った事業について、モデル事業を実施してまいりますが、委員お話の一人一人の個に応じた支援の充実につきましては、 ICT を使用した指導方法をはじめ、先ほどの課題や新しいソフトの研究も踏まえ、モデル事業の中で検討をしてまいります。以上です。はい、委員長。岡本委員。はい、今答弁の中でもですね、周囲の児童生徒の理解なども必要だと、そういう課題もあると言われましたけれども、この冒頭でも申し上げたように、学級の子どもたちがみんな同じではないと、個々に違うんだ、だから異なる支援機器が必要なんだ、みんな違っていいんだということを教えていくことも、今回の特別支援教育の中での大切なことではないかと思います。そういったことを踏まえまして、次に行きますけれども、文部科学省が特別支援に関わる教員に行った調査によると、今後 ICT 活用を進めるために課題になっていることで、一番多かったことは、校内外のインターネット等への接続することが制限されている、許可されていないことでした。本区においてもインターネット等への制限があり、学習に困難を抱える子どもたちへの充実を図るためには、ただタブレット端末を配るだけで良いということではなく、現場で指導にあたる教員が多種多様なアプリの中から対象の子どもの特性に応じたソフトを探し、準備し、活用できるようにすることが求められます。ここで伺います。今後、区として特別支援に必要なアプリなどのダウンロードが容易にできるよう、インターネット等への接続のあり方を見直すなどの環境整備を進めながら、タブレット端末の活用普及が求められます。見解を伺います。委員長、教育総務課長。工藤教育総務課長。はい、ご質問いただきましたように、ICT の導入にあたりましては、タブレットなどの端末機器と通信環境、システムの安全性、安定性、ランニングコストなど、さまざまな視点から検討、整備を進めていく必要があると考えております。インターネットへの接続制限につきましては、子どもたちがインターネットに接続する際に、残虐な動画であるとか、不適切な画像などが映し出されないよう、フィルターをかけているところですが、このフィルター機能の制限が使いづらさにつながっているという声が、ご案内の他自治体を対象とした調査報告書にも記載されているものと受け止めております。この子どもをインターネットの不適切な情報から守るためのインターネットフィルター機能の一括制限解除につきましては、校長会などにも打診をさせていただきましたけれども、やはり万一にもそういった動画が授業で流れるといったようなことがないよう、インターネットの接続制限は継続してかけてほしいという声が多く、個別にご相談いただければ当該サイトへの接続制限を解除する方式を現在取っております。また、ソフトウェアの追加につきましては、システムの動作上不具合がないか、不具合を生じないかなど、システム管理上の審査をさせていただいておりまして、こういった手続きは教育委員会のみならず、世田谷区のすべてのシステムにおいてシステムの管理責任者が行うこととされているというところでございます。いずれにいたしましても、今後ともできるだけ実際にインターネットなどを利用している現場の視点に立って、細かくフィルター解除をするなど、
対応に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。委員長、岡本委員。はい、今後の環境整備に期待をしていきたいと思います。で、次に合理的配慮の観点の中で専門性のある指導体制の確保について伺ってまいります。現在特別支援学級通級指導学級の教員の中で特別支援学校の教員免許状を取得されている人数をまず伺います。委員長、教育指導課長。斉藤教育指導課長。はい、現在区立小中学校の知的や肢体不自由の固定学級あるいは難聴言語情緒障害等の通級指導学級の、で指導している教員数は小学校で135名中学校で55名の合計190名が在籍しております。これらの特別支援学級で授業するためには小学校全科の免許状あるいは中学校の教科別の免許状が必要であり全員が所持しておりますがそれに加えて特別支援学校の教員免許状を取得している教員も在籍しております。その人数はさまざまな障害の種別を合わせた延べの人数ですが小学校では48名中学校では13名の合計61名の教員が所持しております。以上でございます。委員長。岡本委員。はい、ただいまの答弁にもありますように特別支援教育に携わる教員190名のうち約3分の2の先生が特別支援学校の免許状を持たれていないという実態があります。子どもたちはもちろんのこと先生方にとっても児童生徒一人一人の障害の状態や特性を理解した上で適切な教材等を用いて適切な指導を行うための知識・技能の習得が必要と考えます。特別支援学級、特別支援教室、通級指導学級の教員が専門性を高めるために研修を受講する時間の確保と資格取得に向けた取り組みへの支援が必要です。区の見解を伺います。委員長、教育指導課長。斉藤教育指導課長。はい、今年度教育委員会では特別支援学級を担当する教員を対象とした指導力向上のための研修は年間3回行っております。そこでは区内の知的障害学級における個に応じた指導の工夫を互いに学んだり特別支援教室における個別指導小集団指導の具体的な指導方法について研修を重ねたりしております。さらに都立の特別支援学校の見学によって子どもたちが分かりやすく学ぶための教室内の環境整備の工夫などを学び特別支援教育の専門性を高めるようにしております。またこのほか東京都教職員研修センター主催の専門性を高める研修を受講しているほか区独自にも特別支援学級の教員がより良い授業づくり等の研究を行う世田谷区特別支援教育研究協議会がありそこで授業改善については研究協議を進めております。その中では各学校で使用している教材あるいは指導方法の情報を共有し指導力と専門性の向上に努めてまいります。なお特別支援学校の教員免許状の取得の支援につきましては東京都教育委員会が認定講習という形で実施しており夏季休業中に大学において免許取得のための講座を開催しております。ここ数年の実績としては本区からは例年30名程度が受講し免許の取得を目指しているところでございます。以上でございます。委員長。岡本委員。やっぱりですね今回モデル実施をされている学校の校長先生と意見交換をさせていただいた時も心のバリアフリーが非常に重要であるっていうその中で担当される教員の先生たちがね一般的に学校の教員になられる方は教員資格免許証しか基本は取ってないと。ただこの配置の中で特別支援の担当になるっていう、そういった教員がほとんどなのできちんとそういった資格を取るまた研修を受ける機会が確保は本当に今後大事だっていうこともおっしゃられていましたのでぜひ教育委員会としてのバックアップをお願いしたいと思います。で次に平成28年度から全校で特別支援教室が実施されますが文部科学省の調査によると通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒が 2,3 人はいると推定されています。潜在的に特別な支援を必要とする子どもたち、すべての子どもたちにとって分かりやすい授業、過ごしやすい学級を作るためにも、通常の学級の教員が特別支援教育の知識と指導力、ICT 活用のスキルなどを身につけることができるよう、研修の充実が必要です。今後、開設予定の新教育センターにおいて、特別支援教育の在り方等を研究し、教員へ適切な情報を提供等する機能整備が求められます。
区の見解を伺います。教育指導課長。斉藤教育指導課長。はい、各学校では、通常の学級における、特別支援教育を担当するためのコーディネーターを、指名しておりまして、必要な、支援内容、支援方法を検討する校内委員会を開催しています。教育委員会では、特別支援教育コーディネーターを、対象としまして、校に応じた指導や特別支援教育に関する専門性を高めるための研修を行っております。例えば、時間の流れが目で見えるように分かるように表すこととか、一つの指示で短く学習方法を伝えることなど、そういった具体的な指導方法について、あるいは ICT の活用などについて研修を深めているところでございます。特別支援教育コーディネーターは、そうした研修内容を職員会議や校内研修において各担任や専科の教員が指導する際の情報として伝えておりまして、一人一人の指導方法を高めるようにしております。また管理職の研修も大事かと思いますが、東京都教育委員会は本年度すべての管理職を対象に特別支援教育の研修を実施しまして、発達障害の理解、あるいは特別支援教育における管理職の役割など、校内体制の構築や教員の専門性の向上について取り組んでおります。今後の新教育センターにおける研修についてですが、新教育センターは新教育センターの整備構想過去素案の中で、学校教育における総合的なバックアップセンターとして位置づけておりますので、教職員や学校を支援するために、これまで以上に教育研究や教職員研修の機能を高め、特別支援教育を含めた教員の専門性を向上させていくように考えています。また教育情報の収集および提供の機能も担う予定でございますので、特別支援教室を含めた教員の指導力の向上に有益な情報を提供発信していくことなどを検討してまいります。以上でございます。委員長。岡本委員。はい、もうぜひ今の情報収集のところで、やはり日進月歩でこの ICT が進んでいるという中で、この子どもの子に応じたアプリ、ソフトをですね、選び取るのも大変、今、教員の通常学級の先生たちも、もうそこまで手が回らないという状況もあるかと思いますので、ぜひ教育センターの中で、そういった情報を一元管理しながら提供できるような仕組みを進めていただけたらと思います。桜ヶ丘中学校では総務省の ICT ドリームスクール実証モデルを実施し、今月3日には成果発表会が行われました。その内容はクラウド上での指導計画作成システムによる指導計画記録を学校、保護者、民間塾が共有することで、児童生徒への適切な指導支援が円滑に進み、目標の達成が当初の計画よりも進む効果があったと伺っております。日進月歩で ICT の開発も進んでおりますので、今回のドリームスクールでの実証モデルが実際の教育現場に取り入れられる日もそう遠くない将来であることが考えられます。今回の実証結果報告に対する区の認識と、クラウド上での指導計画作成システムを学校、保護者、民間塾などが共有するような活用に関して、今後区として乗り越えるべき課題は何か伺います。教育政策部副参事。滝淵副参事。今年度桜ヶ丘中、桜ヶ丘小、笹原小で構成いたします桜の学び屋では、総務省による ICT ドリームスクールイノベーション実証研究の指定を受けた事業者に協力し、実証校として実践に取り組みました。この取り組みは桜の学び屋の各学校と保護者、民間の学習塾の3社が連携し、保護者の了解を得た上で特別な支援を必要とする児童生徒の、指導に関する計画や活動の様子の記録を総務省が用意したサーバーで共有し、互いに情報交換を行うというものでございます。例えば保護者はお子さんの学校の様子についていつでも学校や民間の学習塾が入力した電子データから確認することができたり、学校では民間の学習塾での様子を学校での指導や支援の参考として生かしたりすることができたなどの成果があったと伺っております。課題といたしましては、個人情報の取り扱いが挙げられます。 ICT 機器を用いた情報交換では第三者に漏れるということがないよう万全を期す必要があります。特に個人情報が漏洩した際の影響は計り知れなく、セキュリティネットワークの構築やヒューマンエラーの確実な防止など、今後さらに課題を整理してまいりたいと考えております。教育委員会では ICT の効果的な活用は一人一人の子どもの成長を多面的に支えるなど大きな可能性があるものと認識をしております。このような取り組みの成果や課題を検証するとともに、
国やとの動向も見据えつつさらに検討を進めてまいります。以上でございます。委員長。岡本委員。はい、では合理的配慮についてのあの質問は終わりまして、日本遺産について伺ってまいります。先の代表質問でも取り上げましたが、国は地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化伝統を語るストーリーを日本遺産に認定するとともに、ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形無形の文化財群を地域が主体となって総合的に整備活用し、国内外に戦略的に発信することにより地域の活性化観光振興を図るとしています。例えば本区には区役所周辺だけを見ても江戸時代から現代までの歴史の中で400年間永遠と続けられてきた世田谷代官屋敷周辺で開催されているボロ市、国指定の文化財であり招き猫の発祥とも言われる豪徳寺、明治維新の大きなうねりを作った吉田松陰先生のお墓がある松陰神社などがあり、毎年多くの方々がその魅力を求めて来訪されています。しかし残念ながら本区としてその文化的な価値の発信力は十分とは言えません。国が示す日本遺産登録認定の機会を好機と捉え、本区の歴史文化遺産を的確に把握し、文化財の保存とその活用の推進が求められます。区の区としての具体的な取り組みを伺います。障害学習地域学校連携課長。土屋障害学習地域学校連携課長。はい、世田谷の歴史や文化につきまして、区民の皆様にその価値を広く理解していただき、世田谷の魅力として発信することは重要な課題であり、現在策定を進めております仮称世田谷区文化財保存活用基本方針の中で、取り組みの方向性を定めてまいりたいと考えております。委員ご質問の日本遺産は、地域の歴史的魅力や特色を通じ文化伝統を語るストーリーを日本遺産として認定し、関連の有形無形の文化財群を地域が主体となり総合的に整備活用し地域の活性化を図る事業でございます。認定にあたりましては国指定選定の文化財を有することや歴史文化基本構想等を策定済みの自治体といったさまざまな条件を満たす必要がございます。そのためまずは仮称世田谷区文化財保存活用基本方針の策定を進め、文化財の活用方法を検討してまいります。世田谷の歴史的文化的遺産を伝えるテーマやストーリーを設定し活用につなげていく方法につきまして関係所管とも連携して研究してまいります。以上です。委員長。岡本委員。はい、2020東京オリンピックパラリンピックの本区での開催を見据えて多くの外国人観光客の方々が来訪された際、本区の魅力ある史跡を見てみたいと思っていただけるよう情報発信の取り組みも必要です。区の見解を伺います。委員長。障害学習地域学校土屋課長。はい、代官屋敷やボロ市など区内にある多くの歴史的文化的な遺産は世田谷の街歩きなどで区民だけでなく世田谷を訪れる方々にも知っていただきたい街中観光の大きな魅力の一つであると考えております。現在策定を進めております仮称世田谷区文化財保存活用基本方針におきましても世田谷の歴史文化についての情報発信を充実させることを重点的な課題の一つだと考えております。郷土資料館を核としまして郷土学習のネットワークの充実を図ることや情報発信を高めていくために関係所管と連携して検討し世田谷の文化財を分かりやすく紹介する具体的な取り組みにつなげてまいりたいと考えております。2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機に子どもたちから高齢者までさらに外国から世田谷を訪れる方にも世田谷の文化財に親しんでいただきたいと考えております。また郷土資料館や民家園の開設の多言語化等展示の工夫や民家園等で世田谷の伝統的な文化の体験をしていただく事業の展開を検討するなどさまざまな世田谷の魅力を知っていただく取り組みも進めてまいりたいと考えております。世田谷の魅力を広く伝えるためにはインターネット等 ICT を活用した取り組みも進め多くの方に分かりやすい情報発信についても充実していきたいと考えております。以上です。委員長。岡本委員。以上で私の質問を終え高久委員に代わります。